ナレーションと音楽で綴る物語、青い鳥を探して。その日も彼女は窓辺に立って賑やかな通りを眺めていました。日曜の昼下がり、道行く人はみんな楽しそうに見えました。どうしてあの人たちはあんなに幸せそうなんだろう。友達といてもみんなが笑うことがちっともおかしくなかったり、ちょっとした嘘をついてうまくやることができなかったり、自分一人が取り残された気がしていつも寂しく思っていました。青い鳥を捕まえると幸せになれるって聞いたことがあるけれど、きっとここには私のための青い鳥なんていないんだろう。そうか、ここにいないんならいるところに行けばいいのよ。そうだ、青い鳥を探しに行こう。そう決心して彼女は旅に出たのです。するとあるところで一人の年老いた船乗りが、言い伝えでは南の秘密の洞窟に昔はたくさんおったそうじゃ。そう教えてくれたので彼女は南の国へ行ってみました。地元の人に教えてもらって彼女は必死で探し、色鮮やかな花々に覆い隠された洞窟をついに発見しました。そっと覗き込む、thank you.
彼女は洞窟から出ました。けれど何ということでしょう。お日様の光の中で見るとその鳥たちは青く塗られた鳥たちでした。なんてひどい。私が探してるのは本当の青い鳥なのよ。彼女は二度と見せかけの幸せに惑わされないと心に誓い、気を取り直して今度は西の国へ行ってみることにしました。優しい人たちが住むというその国で彼女は一人の男性と出会いました。とりわけ自分に優しい彼に生まれて初めて恋をしたのです。幸せとは言えないことに彼女は気がついてしまったのです。辛い思いを胸に抱きながら彼女はまた旅に出ました。行く先は北の国、思い出の国とも呼ばれるそこでなら、まだ本当に小さかった頃の幸せな思い出に出会えるかもしれない。
ても幸せだった過去に浸ってばかりで、今を幸せに生きようと考えている人は一人もいませんでした。彼女は自分が今、そしてこれからもずっと幸せに生きていきたいと考えていることに気がつきました。そしてそれなら東の国へ行ってみようと決めました。東の国の人たちは今の喜びを大切にして生きていると聞いたことがあったからです。東の国に着いた彼女は驚きました。たくさんの人が忙しく動き回り、株の話やらグルメの話やら難しい言葉で話し合っています。
昔いつも